車両貸し切りバス1996年12月まで本社が置かれていた東鉄ビル。本社移転後も関連会社などが入居していたが2012年2月に解体その後建て替えられた。東濃鉄道株式会社は岐阜県東南部を営業エリアとする名鉄グループのバス会社。通称は東鉄バス。かつては 笠原線と立地線の二つの鉄道路線を有する鉄道事業者であったが、1978年までに二路線とも廃止されている。鉄道線が廃止された後も、社名を変更することなく、バス事業のみを継続している。高速路線に、愛知県名古屋市、東京都と岐阜県多治見市、賀西を結ぶ路線を持ち、一般路線は、岐阜県多治見市、土木市、水波市、 江名市、中津川市、蟹に三ノのか蟹し、三に町、かもぐんや宇町に路線網を持つ。は、地域間感染系統として、国、岐阜県、自治体の補助を受ける。太字で表示された区間は、200円バスの対象区間を示す。200円バスとは、田嶋市内を平日10時から16時に発着するバスを、田嶋市内相互に利用した場合、 最大運賃を200円とする制度である。名鉄グループ共通デザインの塗装一般路線の開拓町塗装唯一県境を越えて愛知県瀬戸市に乗り入れる。2002年に廃止された JR 東海バスの路線の一部区間大替という役割も持つ。江名市自主運行バスかつて東農鉄道が運行していた路線を自治体に異常したのちコミュニティバスとして運行している路線のほか 名鉄バスカスガ営業所の一部の路線の運行も、受託している。以下のコミュニティバスの運行を受託している。過去の運行受託小牧所属者のみ、終わり小牧ナンバーがついており、他の営業所の車両はすべてギフナンバーである。小牧営業所では、名鉄バスカスガ営業所管内の一部便を担当、名鉄グループであるため、三菱不走者が多く在籍するが、 名鉄参加となるのが比較的遅かったこともあり、独自性が残されており、UD トラックス製も多く導入されたのが特徴である。なお、富士重工業が2003年3月にバス車体製造から撤退した際、最後の生産者となったのが、東鉄の観光バス2台であった。東鉄としては、今後も富士重工業に仮装してほしい旨を伝えたものの、 撤退の意向は変わらなかったことから、せめて最後の生産者を購入したいと意向を伝えた、ことで、次年度の購入予定を前倒しして実現したという。以後は、UD トラックスのバス製造、販売事業撤退まで、西日本車体工業製で納入された。現在は路線、貸切バスともに、三菱製、日野製の車両が投入されている。近年は、親会社である、 名鉄バスで使っていた路線バスを買い取り、塗装はそのままで、名鉄バスの車番や営業所表記や、名鉄バスの文字だけ剥がし、緑色で、当鉄という文字が貼られている。主に、エナ営業所、カニ営業所に在籍する。主に導入される車種は、エアロスター、エアロミディ、日のレインボーである。一般路線車の塗装は、名鉄参加に入ってからは、 名鉄グループカラーに変更を迫られるが、創価にグリーンの帯を入れることで独自性を主張した。近年グループカラーが強制されなくなったことから、新車は3回入り前のグリーンの濃淡を使った塗装で購入されているが、一方で観光バスに近いイメージのオリジナル塗装も登場している。また、2013年より創立70周年を記念して、 ボンネットバスに使用された塗装を再現した復刻塗装が登場している。三菱塗装やロスターが三大記念車両として導入された。三台のうち一台は途中の三菱塗装のモデルチェンジにより、一台のみヘッドライト等の形状が異なっている。三台とも車内は当時を再現すべく、木目を基調した床のデザインになっている。また、シートも当時を再現すべく、 緑色が採用されている。また、ナンバープレートも当時のボンネットバスと同じ590が希望ナンバーで装着されている。もう一台の記念車両は591。最後の三台目だけ理由不詳だが希望ナンバーではなく1673が装着されている。その後も復刻塗装車が少しではあるが導入されている。観光バス、高速バスは 白に名鉄カラーの赤と東鉄のグリーンに花や鳥の絵が描かれており、名鉄グループでありながらオリジナリティを出しているのが特徴である。なお旧北稲交通車には北稲交通在籍の時のままの塗装のものもある。運賃生産の際、名鉄バスのマナコやギフバスの赤などは桜川丘ハイツ名古屋線の名鉄バス担当便に限りマナコが使用できるが、 東鉄バスの車両にて運行する便には使用できない。なお、カード乗車券の導入予定は2021年4月時点では発表されていない。東濃鉄道笠原線、東濃鉄道立線を参照。東鉄観光に関するカテゴリー。ありがとうございます。